この神社は、大分県中津市に所在する、八幡宮で、別名大帝八幡宮とも称される。境内の三角池を、内宮神殿を下宮とする。全国八幡宮の総本宮である、宇佐神宮の祖宮と言われ、上和年間の創建と伝える古社である。姫大臣とは、胸方三女神のことで、沖津宮の田心姫命、中津宮の随津姫命、 ヘンツグルの一木島姫の命を示す。この三女神は、日本初期巻期、第一人代表、第六段一書、第三の嬢によると、すなわち、日人の生まれまする三の女神をもっては、吉原中国の宇佐島に降りさしむ。今、海の北の道の中にいますとあり、最初は、宇佐の地に降り立ったことを示している。一つともえ。元来、ともえ門は水に由来する門で、 法器のまがたま、魂、命に関連する。宇佐神宮の三つどもえに対して、一つともえであることから、宇佐の祖宮の一つと考えられている小無神社は、本来は、宗方三姫大臣ではなく、別の、あるいはその中の一人の姫大臣を祀っていたのでは、ないかという説もある。養老三年、大隅、日向の早との判断で大友旅人が率いる、大和朝廷軍及び、 宇佐神宮の唐島はずまい率いる宇佐、神軍が、小モ神社の三角池に自生する孫ゴムを買って作った、枕型の語源、小モ枕を身体に、御腰を奉じて、ひなまで行行し、乱を沈めたと言われる。この小モ狩神事は、現在六年ごとに行われる、宇佐神宮行,行行会の中で、唐島一族が当時より行い伝えている。大庭の庭の寺には、 占いの意味があると言われ、同教都の関連性も指摘されている。菰神社と三角池は、三角池と菰神社として、昭和51年3月30日に、大分県指定史跡、三角池の水星、湿地植物群落が、大分県指定天然記念物に指定されており、新門は、元那8年に、細川忠興の造営で、国の重要文化財に指定されている。 社殿は江戸時代末期に建造。中津市観光公式サイト。ありがとうございます。